ナムトック駅は、太陽国中部カーンチャナブリー県西用区群にある、大国有鉄道南本線の鉄道駅である。ナムトック駅は、太陽国中部にあり、カーンチャナブリー県の人口約5万人が暮らす、西用区群にある、大国有鉄道南本線、ナムトック支線の鉄道駅である。公式には当駅が、同支線の終着駅である。 二島駅であり旧トンブリー駅より 194.24km 地点に位置する。タイは観光国であり様々な観光地があるが、東駅の位置する通称なムトック線は路線自体が観光の対象になっている。バンコクより東駅までの途中、映画、戦場に架ける橋で有名になった空営川に架か,かる橋、アルヒル山道橋、チョンカイの霧道市等がその対象である。 一日あたり8列車の発着があり、そのうちに往復はバンコクトンブリー駅発着である。かつてはクルンテープ駅から発着していたが、バンコク都内の渋滞緩和のためトンブリー発着に戻された。当駅は公式にはナムトック支線の終着駅であるが、2004年に路線は当駅よりも 1.4km 先のナムトック最奥の置いて車場まで再開通した。この区間は、 大国鉄が公式には営業運転を行っていない非公式な営業区間であり、週末のみ運転の臨時観光列車等の一部列車がナムトック採用区の多い停車場まで運行している。この区間はもともと当駅での着回しと当駅構内にあるスイッチバック方式の留置線への入れ替えのために使用されていた引き乗船をわずかに延長したものであり、 また公式な営業区間でもないことから再開通と呼ぶに値するかどうかについては議論の余地がある。上日の臨時観光列車は通常は機動車による運行であるが、ナムトック最奥区の置いてい車上は単線集団型の構造であるため客車列車の着回しができず、貸切車両の連結等の事情によって、当列車が客車列車で運転される場合には、ナムトック駅で運転を終了する。 第二次世界大戦中大日本帝国陸軍による対面鉄道の建設が1942年6月より開始され1943年10月に全通した。戦後大政府が連合軍より購入し整備の上再開された。単式ホーム一面一線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。旅客ホームがある場所は一見水平に見えるが、実際は 緩やかな勾配場にあり、本線に沿った駅舎と反対側には同じく緩やかな勾配のかかった木回し線がある。当駅到着後すぐに折り返すトンブリー発着の列車はここで機関車の付け替えを行う。このホームのある区画の西側には水平に盛り土されたスイッチバック方式の留置線が2線あり、長時間の車両留置が行われる場合は安全性確保の目的により、 上述のナムトック採用区の多い停車場方面に一旦車両を引き上げた後方向転換してこの留置線上に止め置かれる。ナムトック採用区の多い停車場で生体保存されている蒸気機関車702号機。ありがとうございます。